こんにちは、ビハイニア株式会社の松村です。弊社ですね、こちらアニメ、ゲーム、漫画業界に特化して専門の求人サイトラクジョブ運営しております。で、今回ですね、こちら、就職転職に関して一つお話しさせていただきます。まあ、履歴書の書き方というところでですね、ちょっとお話しさせていただきますと、まあ、できるだけですね、細かく書いた方がいいというのはですね、一つ言うことができるかと思います。まあ、例えばアニメ、ゲーム、漫画業界というところでですね、自分が使っていたソフトウェアであったり、自分が携わった作品、自分がその作品の中でどういうですね、工程を担当したのか、その際にですね、どういうソフトを使って、どういう言語を使って、どういうふうに進めていったのか、まあ、そこをですね、客観的に、書いていくというのはですね、非常に重要なことになるかと思います。まあ、主観的にですね、こういうふうなことをやりましたっていうんですね、なんでしょうね、まあ、言うてしまうと書くことがないからこれを書いているっていうのはですね、履歴書から結構伝わってしまいます。まあ、そうじゃなくって、ちゃんと自分がやったことをですね、客観的にこれもやりました、あれもやりましたというところですね、スマートにまとめていただければ、たとえですね、文字数が多くなったとしても情報としてですね、しっかり伝わります。まあ、相手がですね、自分が何をやったかっていうところはですね、どう相手に伝えたいかというところをですね、一つ考えてほしいことかと思います。まあ、どうしてもですね、書くことが全然なくって、スペースを埋めるためにですね、文字を書いていらっしゃる方っていうのは正直ですね、見て一発で分かってしまいますし、まあ、そういう方のですね、履歴書というところはですね、あまり見てもですね、採用したいなという気持ちにはですね、人事の担当の人もなりませんので、まあ、そこはですね、自分でも一つ自分自身がですね、どういうふうな気持ちでそこをですね、履歴書を書いているのかということはですね、点検しながらですね、そういった履歴書に関してもですね、書いていただけると非常にですね、就職転職というところもうまく進んでいくのではないかと思います。まあ、ぜひですね、具体的な求人の情報、アニメ、ゲーム、漫画業界に特化して、ご覧になっていただければと思いますので、こちらラクジョブ求人ご覧になってみていただければと思います。ラクジョブで検索。それでは。